アイアンワーカーズメモリアルセカンドナローズクロッシング崩壊後の救出活動アイアンワーカーズメモリアルセカンドナローズクロッシングはカナダブリティッシュコロンビア州メトロバンクーバーのバラード入リ江にかかる鉄橋で橋長は約二百九十二メートル同入リ江のセカンドナローズと呼ばれる協作部をまたぎバンクーバーと入リ江北岸のノースバンクーバー、ウェストバンクーバーなどを結ぶ トランスカナダハイウェイ1号線の一部でもある。1957年11月に着工して1960年8月25日に開通した。それに伴い、西側に並行する旧橋は鉄道専用橋に変更された。1994年の名称変更まではセカンドナローズブリッジと呼ばれており、それは現在も通称として用いられている。 1958年6月17日、人為的な設計ミスにより橋が崩壊し、79人の作業員が30メートルの高さから海上に落水し、27人が死亡した。そのうち18人は落水した際に腰ベルトに取り付けていた重い工具類によって水中に沈み、溺死した。また、救助作業中のダイバー1人が溺死する二次災害も発生した。 1994年、亡くなった作業員たちをいたわるために、セカンドナローズブリッジから、アイアンワーカーズメモリアルセカンドナローズクロッシングに改名された、セカンドナローズブリッジ崩落事故に関するカテゴリー、ありがとうございます。